今日はデスモソウムの電子顕微鏡所見の解説をしますこちらの写真は表皮全体の透過電源写真です表皮にある4つの層、基底層、有極層、下流層、角層を違う色で右の図で模式的に示していますまずこの青で示した基底層の拡大写真を次に示します 基底層の核化細胞基底細胞はヘミデスモソームという接着構造で表皮と真皮の接着を強固にしていることがわかります。ヘミデスモソームと関連する構造については、このチャンネルの別の動画で詳しく解説したので、そちらを参照してください。url をここに記載しておきます。このヘミデスモソームは基底細胞が真皮側に接する面に作る接着構造です。 一方、隣同士の細胞とは、ここに示すように別の接着構造を作ります。それがデスモソームです。左の図の四角で囲った部分を右の図で拡大して示しています。基底細胞と有極細胞、それより上の細胞同士もデスモソームで接着します。この構造を抗原レベルの所見と対比させて見てみましょう。表皮角化細胞同士をつなぐ構造は、後原では細胞環境と呼ばれますが、 これは電子顕微鏡では細胞質が突起を出してつながっている部分に相当しています。隣の人と手をつないでいる時のその2本の手全体が貢献で見えている細胞環境です。一方、デスモソームはその突起同士を数箇所でつないでいる微細構造です。握手した手が接している面に半上に形成されます。このデスモソームは細胞質側に細胞骨格であるケラチン繊維の束をくっつけています。 隣の細胞の細胞室内にも同じようにケラチン繊維が付着しますつまりデスモソームを介して隣の細胞のケラチン繊維が間接的に連結することとなり表皮は物理的に強靭な組織でいられるわけですこちらにデスモソームの拡大写真と微細構造その名称、構成分子を示していますインナープラーク、アウタープラーク、プラズマメンブレンミッドライン構造に分かれています なおこのような構造は半径のデスモゾームがちょうど直角方向に切り出された部分では観察されますが少しでも斜めに切られている部分では不明瞭になります。またミッドライン構造は安定したデスモゾームでは観察されますが総称治癒過程のような不安定なデスモソームでは見られないとされています。次にデスモソームが角層ではどうなっているのかを説明します。 下流細胞まではデスモソーム同士で細胞が結合していますが核層細胞同士はデスモソームが構造を変化させたコルネオデスモソームと呼ばれるより強固な構造で接着していますこちらにデスモソームとコルネオデスモソームの構造を対比させて示しました大きな違いはまず細胞室内のインナープラークアウタープラークといった構造やケラチン繊維の付着構造が見えなくなることです代わりに細胞室側は、 細胞膜が置き換わったコーニファイドセルエンベロープが連続して覆っています。また、細胞間のミッドライン構造もなくなり、電子密度の高いプラーク状の構造、デスモソーマルプレートが占拠しています。新たな構成要素として、ピンク色で示したコルネオデスモシンが、この細胞外のプレート部分に加わっています。そして、このデスモソームがコルネオデスモソームになる変化は、 顆粒細胞が角層細胞になるとき、ちょうどコーニファイドセルエンベロープの形成が始まるときに起きます。こちらはちょうどその中間時点の接着装置です。顆粒層の最上層の細胞、SG1 側では、デスモソームのアウタープラーク構造が確認できます。一方、その上の角層細胞では、コーニファイドセルエンベロープの形成が始まっており、アウタープラーク構造は確認できなくなっています。 デスモソームの細胞外部分にはミッドライン構造はなく、電子密度の高いデスモゾーマルプレーテに変化しています。このデスモソームからコルネオデスモソームへの段階的な変化を示したのがこちらの図です。コーニファイドセルエンベロープの形成や、細胞室内でのケラチン繊維の凝集とも連動して変化しています。この時に重要な役割を担うコルネオデスモシンについて少し詳しく解説します。 これはもともと相板下流の中に貯蔵されています。左側の図の濃紺の矢印と下の模式図では、濃紺の下流として表現されているのがコルネウデスモシンです。黄色で示しているのは、カリクレイン8というタンパク分解酵素です。どちらも相板下流内で貯蔵され、核相になる前に細胞外に分泌されます。右の図では、分泌された後、 黄色のカリクレインは細胞間スペースに、濃紺のコルネオデスモシンはデスモソームの細胞外部分に結合することを示しています。こちらの図が以上の過程を模式的に表したものになります。水色で示しているデスモゾームが濃紺で示しているコルネオデスモソームに変化していく過程をさまざまな関連分子や関連構造とともに示しています。皆様の理解の助けになれば幸いです。 今日もご視聴ありがとうございました。